ほら、トゥドゥベン。皆さん、こんにちは。元気ですか？はるみです。今日は、私が実際にどのくらいポルトガル語を勉強して、ポルトガル語を喋れるようになったのか、そういう話をしていきます。これまでに動画で、私、ポルトガル語は一切勉強してませんとか、そうだな、3ヶ月で十分、まあ、そこそこ喋れるようになりましたとか、ポルトガル語は勉強しちゃダメですとか、そういう、まあ、ちょっと極端なね、動画だったり、そういう話もしてきてるんですけど、実際どうなのかっていう話。結論から言うと、まあ今まで動画で言ってきたことが別に嘘ってわけじゃないんですけど、ポルトガル語の勉強、したっちゃしたし、してないっちゃしてないし、っていうのも、私実際あんまり記憶がないんだけど、この間ね、なんかこう、整理整頓してたら、古いノートが出てきて、ブルーノがね、なんかこうやって見てて、なんかここポルトガル語書いてあるよって。あなたがポルトガル語を勉強してた形跡がありますよってブルーノに言われて、えって、ああ、そのノート確か、もうね、何年前だろう。15年くらい前。私がね、ニュージーランドにいた時、ニュージーランドにちょっと住んでたことがあって、その時、違う、ニュージーじゃない。オーストラリアだ。オーストラリアとニュージーにいた時に勉強してたらしいんですよね。まあ確かにそういう記憶が、あるようなないようなですけど、ちょうどポルトガル語の勉強を始めようかなとか思ってた頃に書いてたやつ。私はね、実際見てないんだけど、でもね、記憶はなんとなくある。動詞せとかしたとか、例文いろいろ書いてあったりだとか、なんかね、そういうのやってましたね。私自分のオンラインレッスンとかでも、そういう活用、動詞の活用表とかノートに書いても意味ないですよとか、単語帳とかね、作っても意味ないですよ、ノートなんか取らなくていいですよとか、なんか本とか使って勉強してるんだったらもう別にそんなのしなくていいよ、書かなくていいよとかって言ってるんだけど、実際私、抜け駆けじゃないけど、私もね、そういうのしてたことあるんですよね。ポルトガル語の本自体、参考書も10冊以上買ってると思います。じゃあ、使ったか、役に立ったかって言われると、ほぼ使ってなくて、本とか。もうね、買っただけでやっぱ自己満足しちゃったり、私の場合はですよ。あと、そのノートにメモってたのとかも、今だから見て、ああ、そうかそうかって思えるけど、始めた頃って、書くことが満足だから、そこがゴールになっちゃうんですよね。だから、実際に、そういう勉強をしてたことが直接今ポルトガル語喋れますっていうことにつながってるとは思えなくて、そういう意味でそういうのやっても意味ないですよっていう私の結論にたどり着いてるんですが、ただじゃあ自分はどうかっていうと、実際やってるじゃん、はるみさんって。そう、やってるんですよね。やっぱいろいろあれこれやってみた。参考書も買ってみた。ノートにも書いてみた。あれしてみた、これしてみた。っていうのがあって、で、ブラジルに行って、で、喋れるようになってっていう、そういう過程なんですよね。だから、全くやってないわけじゃないし、だから逆に私がやらなくてもいいよとか、って言って、それを聞いて、鵜呑みにして、本当に何もやらないっていうのは、ちょっとやっぱ違うんじゃないかなって思うんですよ。まあ、ちょっと変な話ですけど。で、ちなみに、私、ポルトガル語の勉強は、まあ、ほぼ、まあ、してない、してないって言ってもいいと思うし、その、ノートに書いてたのももう一瞬の話ですよ。本当もう三日坊主みたいな。一回バーって書いて、次の日やって。でも一回やって、でそれで終わりみたいな。特に継続もしてないし、本当ノートパラ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 っていう感じ。そのくらいしかやってないし、勉強したっていううちに入らないと思う。まあその代わり私ポルトガル語で言うと、そのボサノバ曲をね、まあロサンゼルスに住んでる時、音楽の勉強して、ほんでまあ学校のプログラムというか、まあ、半分仕事半分プログラムみたいな感じでハワイにツアーに、行って、そこで
まあ、サックスを吹いてたんですけど、あの歌を歌うっていうこともやってて、急遽決まったりして、こう1週間でも40曲くらい覚えなきゃいけなくってみたいなことをやった時に、むちゃくちゃ頑張った記憶があるんだけど、1週間で40曲とかですからね。だからうわーって聞いたり、まあそういう下地があったんだけど、あとは英語の勉強ね。英語はものすごく勉強したって言えるくらいちゃんとしてるんですよ。しました。まあ1年語学留学をしてるんだけど、カナダに、学生の時ね、高校生の時。そのまあ1年間留学してた時もそうだし、勉強した。だって他にすることがなかったから17だったし、その当時はまだインターネットはあったけど、もちろんスマホはまだないし、自分のパソコンを持ってない時代だから、ノートブックね、ないので、インターネットでこうメールとかにアクセスするのは、学校にあるこのデスクトップを予約とかしなきゃいけなかったんですよね、その時代。一人15分みたいな感じでサインアップして、ほんでしかも、なんていうの、 Windows のね、日本語のキーボードがインストールされてないとかだから、もうそのパソコンに座ったらまず日本語のキーボードをインストールしてみたいな、ほんで日本語 の, ね、メール返信してみたいな、そういう感じだった。で、図書館に行って、無料で使えたりお金かかったりいろいろなんだけど、やっぱりね、サインアップするんですよ。1時間とか、なんか そんな感じだったと思ったな。予約してサインアップして、でそのパソコンいっぱい並んでて、自分の予約した番号のパソコンのとこに行ってみたいな。そこでもやっぱり日本語のキーボードをまずインストールして、どうしてもできない時、なんかロックがかかってたりしてインストールできない時は、もうローマ字でメッセージ打ってみたいな、そういう時代。そんな感じだったから、もちろんネットサーフィンで遊ぶとかそういうのもないし、やることなかったから、むちゃくちゃ勉強してたと思う。勉強、まあ、もちろん勉強以外にもしてるけど、基本は、そうね、勉強するか、なんか、そのショッピングセンターフラフラするか、お酒とかもまだね、飲まないし、出歩かないし、ホームステイしてたし、そんな感じの生活だったので、すごく英語勉強したし、そこに行く前、にも、もともと私英語は全然できなかったんだけど、まあ、あることをきっかけに英語にすごく興味出始めて、留学する前の半年間、猛勉強した。むちゃくちゃ勉強した。その半年間だけ、イーヨンだっけ？イーヨンだよな。そう。に通って英会話の、勉強もしたし、自分でもう本当に文字通り寝るのも忘れるくらい、忘れたことも実際にある。なんか夜ご飯の後はって勉強してたら、気づいたらあれもう朝になってるみたいな、もう本当に時間も忘れて寝ずに徹夜してわーって勉強した時期があって、まあ一時期ね、そのくらい学生だったからできたんだけどね、ちゃんとご飯作ってくれる人もいたし、まあ、とにかくそういう下地があって、で英語の伸びも割と早かったと思う。ちなみになんだけど、留学する前にね、そうやって半年間集中的にわーって勉強しました。じゃあ留学行ってそれが生きたかどうかっていうと、もちろん生きたのは生きたんだけど、役には立ってるけど、でも現地に行ったらもう一発で打ちのめされたというか、やっぱり日本で英会話でちょろっとこのなんていうの、日本人の生徒になれたネイティブの先生との練習だったり、紙の上での文法の勉強だったり、こういうのはもちろん後々生きてくるんだけど、でも即効性はなくて、やっぱ現実にぶち当たって、わーって、あれって、こう、半年間でわーって積み重ねてきた、その自分の自信とかが、もう一瞬でブンって打ちのめされる感じっていうのも経験してるし、で、そこからの1年間またわーって勉強して、ほんで、まあ、若かった。ね、まあ、ティーネイジャーだし、割と、早く、
英語は覚えた。恐怖とかもなくなったし、まあ、慣れるまでに3ヶ月くらいかな、あんな感じで英語がもうある程度使いこなせるようになったので、でそこから、まあ、その後もあの、ね、ワーホリ行ったりだとか旅行したりだとか、その後、まあ、アメリカの大学にも行ってるし、でそういうのがあってからのブラジルなんですよね。だからポルトガル語がなんて英語と比べても、まあ、文法が似てるから、ね、ある程度もちろん全然違うんだけど、日本語と比べれば全然英語とポルトガル語っていうのは似通ってるので、そういう意味では全然スーって入ってくるし、だから実際にポルトガル語勉強してないっていうのは嘘ではないんだけど、ただそこに行くまでにはもう10年以上のやっぱ下地っていうのがあったから、だから割と早くポルトガル語を覚えたっていうのがあります。皆さんの中でももうすでに英語がわかるとか、英語じゃなくてもスペイン語だったり他の言語を喋れる方だったらまた話は違うんだけど、もう語学全く初めてですって方が、本当に何にもせずに私が言ってるようにね、勉強しちゃダメだよとかノートに書かないでとか、そういうことをあの真に受けて本当に何にもしない場合、ポルトガル語ができるようになるわけがないので、そこはもし本当にポルトガル語喋れるようになりたいなって思う方はやっぱりある程度の勉強っていうのは必要になってくると思います。その勉強方法に関してはいろいろありますけどね、まあ、そのうちの一つがぜひ私オンラインレッスンも実際やってるので、まあ、そういうレッスンとか利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はね、ポルトガル語の勉強実際どうなのか、どのくらいやらなきゃいけないのか、まあ、この間読んでた本に書いてあったのが、最低でも3000時間その言語に触れないといけないと。3000時間っていうと、まあ、計算してみてください。で現地にいるんだったら話はまた別だけど、日本で勉強する場合、まあまあかかります。何年ってかかってきます。なので間違っても数週間とか数ヶ月とかね、そういう単位で習得できるものではないので、長い時間かけて少しずつ、少しずつ積み重ねていくって感じなので、もし本当に語学習得したいっていう方は不可能ではないです。簡単じゃないけど不可能じゃないので、あの私もそのお手伝い少しでもできたらっていう気持ちでオンラインレッスンやってます。ぜひぜひ興味ある方は連絡ください。インターンオージェソンムトグリガーダアテオプロスモビジョンボンチャウチャウベージュ